これもシュート回転のボールはセンター、打球が伸びていった。センター下がった。向こうを向いた。どうでしょう。入ったか。入りました。ホームランです。辰巳のホームランはバックスクリーンに飛び込んでいきました。第9号のホームラン。3回表追加点はイーグルス2対0となっています。伸びましたね。伸びましたよね、今ね。あそこまで伸びるかなと思わなかったんですが。のパワーですね。辰巳が9本のホームランになってます。先頭のことを繰り返していってますね。ライト上がった。ポールの右か左かどっちでしょうか。ホームランです。高々と打ち上がった島内の当たりはライトのポールの内側という判定。13号ホームラン。イーグルスがまた勝ち越し。その抑えなきゃいけないという先頭バッターにホームランを許してしまいました今井です。3対2とイーグルスまた1点勝ち越し。レフトに打球が飛ん向こう向いた。そのまま入りました。ホームランのジャッジ。茂木栄五郎の一発。第12号の茂木のホームランも飛び出しました。4対2リードは2点に変わっています。パシーンと当たった打球だったんですが伸びましたね。伸びましたね。まあ高い、まあボール球ですけども高いといえば高いのでやっぱ高い球はね、